おはようございます。釣り子 TV です。ディーパーっていうことで、いよいよですね、釣りフェスティバルが始まりますね。自分もね、参加しようと思うんですけども、楽しみなのはどうですかね。やっぱり、島のブースなんかね、フィッシングショー開催に合わせて、今年はね、情報解禁ということで、ね、20日にすべて新製品の情報が公開されるようなんてアナウンスされているんで、まずそんなところが楽しみであったり、あとはね、もうほんと久しぶりのリアルショー開催なので、ほんといろんなブースがね、気合を入れて出展してくるんじゃないかなっていうところで、そういった各ブースの雰囲気なんかもね、楽しみだなーなんていうね、そういった状況でございます。あ、そんでね、まあ、ディーパー持っているんで、釣り子 TV はですね、ディーパーもね、ブース出すんですよ。ディーパーもブースを出して、そこのね、土曜日、日曜日にチラシ配り手伝ってくれ、なんていう風にね、お声がかかっているので、主にですね、釣りフェスティバルの、土曜日と日曜日のね、タイミングで、釣り子 TV、ディーパーブースでね、お手伝いしておりますので、全然ね、ディーパー以外の話でもいいんで、去年のシーバスきつかったね、とか、最近のバッツリこうだね、とか、今年ルアー、こんなのが来るんじゃないかとかね、そんな釣り人トークが、できたらいいなと思いますので、ぜひですね、皆様、土曜日、日曜日でね、釣りフェスティバル来た時はですね、ディーパーブースね、ちょっと覗いてみてください。久しぶりの開催なんで、ほんとどんな感じになるかといったところなんですけども、まあ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 、久しぶりにね、リアルで、みんなと会えるっていうことで、そんなところでいろんなお話ができたらなって思いますので、ぜひですね、あ、そういえばそんなこと言ってたな、なんていう感じで、寄っていただければと思います。で、まあ、これ、ぜひ持ってるんで、まあ、ディーパーですけどね。今年もうね、3回ぐらい亀山ダム行ったんですけども、さすがにこの冬の時期はね、魚群探知機が必要だな、っていうことで、自分はこれ、ディーパーチャープっていうね、モデルを使っているんですけども、まあ、ここで、充電して、ね。で、こんな風に、閉めて、で、自分の場合ね、レンタルボートなんで、まあ、ここに何だろう、フレキシブルアームマウントっていうのをつけて、バウデッキに装着しているんですけども、まあ、この中に魚群探知機、GPS 等々ね、機能が全部入っているんで、だいたいね、ディーパーチャープってモデルはね、5時間ぐらい冬場だと使えるかな。で、ちょっとお昼休憩の時とかにさっき開けたようなね、ところで、モバイルバッテリーで充電して、夕方まで使うっていう運用をしてるんですけども、最新式の、チャープ2っていうモデルだとですね、そこら辺のバッテリーの持ち時間なんかもね、非常に、良くなっているっていうことで、今どれ買おうかなっていろいろあるんですよね。プロプラスとかね、チャープとか、チャープ2とかね。まあ予算に応じて選べばいいと思うんですけども、まあおすすめはやっぱりね、バッテリーが非常に強力になってる最新型の、チャープ2なんかがおすすめになってくるんじゃないかなと思います。で、なんでディーパー使って、はい。で、なんでね、ディーパー使っているかっていうとね、結構ね、これ、ね、アプリをこうやって開くわけなんですけども、このね、スキャン履歴ってところを開くと、これ今年行ったね、釣りの、情報が全部ね、クラウド上に管理されているんですが、1月4日、1月8日、1月11日みたいな感じでね、こういう感じでね、どこで何したかなって、まあ、これ今縦しモードになってますけど、こういう感じでね、全部ね、当日何したかがね、記録として残っておくんですよね。こう、まあ、ディーパーでこう、どこでどうかけたよ、なんていうのがね。で、最近のね、ディーパーの地図がね、非常にね、アップデートされて、パワーアップされてて、こういうね、ちょっとした、レンジのラインみたいなのがね、最初からマップに入ってるんですよね。これは一つね、すごい使いやすいなっていうね。で、こう、何時頃どこら辺で浮いたって、あ、この辺りの時間は月毛の辺りをこう、ね、くまなくチェックしていたんだなっていうね。
ベイト映ってないなとかねこう全部こういう感じでね非常に細かく表示されて、あ、上の方になんかベイト映ってますね。で釣れたのはね後半の方なんで、後半の方に行くと12時ぐらい確か釣れたような、こう、あ、もう白鳥島のあたりに行ってますね。うん、これはあの動画でも上げましたけどね、こうやっぱりね、まあ、最近の傾向でいくと、まあ、本港よりね、東側に行った方がね、結構中層にこういう感じでベイトが、いい感じで、はすごいですね、これね。うん、立ち木とかになんかついてるのかな。ブレイクライン上に。まあ、これはすごい小さな魚も全部捉えてるんで、2センチ以上の魚も捉えちゃうのかな。だから、これうるさいよって人は魚アイコンオフにするとね、こんな感じで。で、後追いで感度とかもこうね、変えることができるから、ね。これ便利でしょ。あー、なんかベイト映ってんな、みたいな。あ、こっち側の、そうか、ブレイクライン沿いのところ流してたんだね、とかね。はい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 。こういう感じでね、結構ね、うん、後追いで復習がね、しやすい。どこをどういう感じでね、亀山ダムね、流していたのかなとかね、全部ね、記録がこうやって取っておいて、結構ね、次どうしようってね、次行った時どうしようとかね、来年行ったらどうしようとか、そういう時にね、こう遡ってね、この記録が結構ね、役立ってくるんですね。あ、結構中層にふわふわってね、映ってんなーみたいなね。うん、これ明らかになんかちょっと、魚が追ってる瞬間の波形だなとかね、これは立ち木周りに何かよく映ってるなとかね、そういうのがね全部こうやって、あー、でブレイク沿いでちょっと深場をやめて浅いところ見に行ってますねとかね、こんな感じで、すぐにね、過去のデータが遡って見れるっていうことで、はい、そんな感じで、便利に使えているディーパーですね。まあ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 、この、ブースで、まあ具体的にね、どんな感じなのっていうのをね、説明とかもね、いっぱいしようと思ってますんで、ぜひね、釣りフェスティバル来てね、声かけていただければと思います。まあ自分は参加しないと思うんですけども、釣りフェスティバルを皮切りに、関西の方のね、展示会もディーパー出展するっていうことですね。九州の方も出展する。あとね、キープキャスト、名古屋で開催されるキープキャストにもディーパーね、ブース出すっていう風に言ってますんで、まあこういう、なんだろうかな、今はもうやっぱりね、ガーミンとかライブスコープとかそういった魚群探知機がね、世の中を席巻しておりますが、そこまではちょっとお金かけたくない。でも、なんか、魚群探知機は使ってみたいってね。そういう人に大体5万円ぐらいね、準備すればね、すぐにこういうね、水中を探りながらの釣りができるようになっちゃいますんで、気になってる人はぜひね、ディーパーブースに話を聞きに来てください。行ってみてください。はい。というわけで、本日の釣り講 TV はこちら。いよいよね、開催、釣りフェスティバルにディーパーブースが出るよ。ね、釣り講 TV 土日にいるかもよっていうね、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。